瞳次郎瞳次郎は、日本の農商務官僚実業家。朝鮮総督府総督官房鉄道局長、台湾総督府総務長官、京都府府内郡、富本村で、瞳次郎八の次男として生まれる。第三高等学校を経て、1904年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。同年11月、 文官高等試験行政科試験に合格した。農商務省に入り、三輪局属となる。特許局事務官、所務課長、県特許局図書館長、衆議院事務局書記官県特許局事務官などを、歴任。1908年、党官府に転じ特許局事務官に就任。1910年8月に、朝鮮総督府が設置されると、書記官。 農商工部商工課長に就任。以後、道部職産局商工課長、農商工部農務課長などを歴任し、1917年7月、総督官房鉄道局長に就任。1919年5月まで在任し退官した。その後、東洋拓殖株式会社理事を務め、さらに、1926年に、 フィラデルフィアで開催された米国独立150年記念万国博覧会の日本出品協会幹事長となる。1929年7月、朝鮮総督府時代の上司であった石塚栄造が台湾総督に就任し、同年8月、台湾総督府総務長官に就任した。1931年1月、武者事件により石塚総督と共に辞任。 その後、朝鮮無縁単株式会社常務取締役、西新田鉄道株式会社社長などを務めたが、戦後に公職追放となった。1959年12月2日午後1時15分、頃、東京都世田谷区上北沢の自宅にて、脳難化症のため死去。同月4日午後1時より、カトリック、世田谷協会において、国別式がなまれた。 次女の都子の夫は外交官の安川総。孫の安川総一は1974年共同通信社入社、成田市局などを経て政治部、ワシントン市局、外務省、クラブキャップ、佐賀市局長、公営図部長、論説副委員長、客員論説委員。総一の学府に岩瀬隆史、参考文献。 日本人物情報体系73-222ページ。AB、朝日新聞1959年12月3日、有刊、ごめんの不法より、動き出した、日朝、進化問われる、安倍外交イコール安川総一田中安を、公式ポータルサイト。ありがとうございます。